広島県江田島市にある海上自衛隊幹部候補生学校。ここでは海上自衛隊の未来を担う若者たちが幹部を目指して日々教育を受けています。そんな幹部候補生たちの一日にカメラが密着しました。早朝、就寝中の候補生たちの様子です。ラッパの音で候補生たちが一斉に起床します。素早く着替えを済ませると急いで外へ向かいます。一番早い候補生は起床からわずか3分で集合場所へ到着します。号令調整を終えた後は海上自衛隊第一体操の実施です。皆気合の入った表情で体操を実施しています。体操を終えた後は全員で掃除を行います。朝の日課が一通り終わり、それぞれ朝食をとります。朝食時はニュースを放送しています。朝食を終えた後はそれぞれの居室へ戻り、朝の課業整列に向けて急いで準備をします。階段の上り下りは常に駆け足です。全員の準備が整ったら課業整列へ向かいます。ここ幹部候補生学校では2名以上で移動する場合、必ず隊列を組みます。朝の課業整列が始まりました。点呼に始まり、国旗掲揚、服装の点検、5分間の講話など、課業に入る際ほぼ毎日繰り返される日課です。課業に向かう前に分隊ごとの整列から授業を受ける教務班というグループに整列し直します。ここからは午前の授業が始まります。午前中は主に座学を中心に幹部となるために必要なことを学びます。午前の授業を終え、候補生たちは昼食のため食堂へ向かいます。食堂では3食、栄養バランスの考えられた食事が提供されます。忙しい毎日の中、つかの間の休息です。食事を終えた後は学生隊に出頭し、指導を受けたり連絡事項の確認をします。午後の授業までの時間は訓練の準備をしたり、体を休めたり、思い思いの時間を過ごします。昼休みにはニュースが英語で放送されています。
お昼休みを終えた候補生たちは午後からの授業に臨みます。こちらは天文工法の授業です。学生会まで三段艇用意、指定ナビと第3ナビと第11分隊、第4ナビと第12分隊、第2学生隊飛行幹部構成課で掲げ、海上自衛隊特有の訓練である双探偵が始まりました。校内放送がかかると候補生たちは一斉に探偵のある岸壁へと向かい、探偵を下ろし、全員が協力して所定のコースを漕いで帰ってくるまでのタイムを競います。受験第一巡先導します。本日の重点項目、統制事項の設定、最後ロッカー内の整理整頓。はい、受験。教官による巡検が始まりました。受験。居室内の整理整頓など教官が厳しいチェックを行います。準検と並行して学生は自習を行います。比較的リラックスした様子ですが、翌日が試験の場合などはもう少し緊張した趣となります。21時30分、自習時間の終了とともに当直は五声を読み上げます。五声とは日々の各自の行為を反省させて明日の収容に備えさせるための五箇条のことで、海軍時代から続く伝統です。候補生たちは心の中で自らを反省し一日を終えます。やめ、こうして候補生たちの忙しい一日が終わりました。日本の海を守る海上自衛隊幹部候補生たちは卒業後、幹部自衛官としてさらに成長するために近海練習航海、そして世界各国を回る遠洋練習航海へと出発します。